私の町ではおかしな町中華の店が当たり前、その町は親しい。町中華といえば安くてうまいが当たり前。しかしお菓子の町中華ってどういうこと？すいません、下におかしな町中華の店あるって聞いて、なんか知ってます？あ、それか、西の台の方じゃないかな。西の台ってね。西の台、うん、中華料理や。味はすごい美味しいんですけど、はい、この辺ですね。ぜひもうこれは体験してみないと当たり前ですね。どの辺にあるんですか？どっち方向ですか？西の台っていうところなので。どうやら市街地の西の台というところにあるらしい。いや、最初はなんだこれはと思ったんだけど、それが癖になるっていう感じですね。壁にポジティブになれる名言がいっぱい貼ってあります。中華料理屋さんだけれども。壁に名言？どういうことなのか。ポジティブになれると噂のおかしな町中華がこちら、中華ダイニング秀丸。外観はおしゃれな中華料理屋さんといった感じだが、いらっしゃいませ。テレビ愛知なんですけど、はい、なんかその変わった、はい、特徴的な町中華があるって言ってここを紹介されてきたんですけど、はい、合ってます？合ってるかどうか分かんないですけど。ご主人は自覚がない、はい、なんか変わって変とか言ってました。変なお店って言ってました。出迎えてくれたご主人にもおかしなところはなさそう。ちなみに、はい、やっぱ気になるのはこれなんですよ、これ。あ、はい、これこれ。壁一面こんななんか文字がね、書いてある、はい、お品書きだったら分かるんですけど、はい、これって何なんですか？気づいたらこうなってました。それ勝手に貼ったってこと？そうです。まあ、これ書いたものがうちの妻であって、コロナ禍になったからちょっとみんな明るくしたいって感じで、はい、まあ、自分もちょっとコロナ禍になって気持ち的に沈んでる時にこれパッとなんか明るくなるというか、お客さんも、うん、はい、一応ポエムって感じで自分は思ってます、はい、はい、妻からのエールってことですか？と自分は思ってます。ご主人にとっては自分への応援メッセージだと思っている様子。あの、このせやなってこれもう、はい、どういうことですか？いや、もう分かんない。なんか見てると、あ、それでせやなって最後これを見ると、あ、納得するなとか。奥さんのことめちゃくちゃ好きっすよ。あ、もう大丈夫。あ、奥さんですか？はい。壁に貼られたポエムの作者、奥様のさーきさん。今冬なんですよ。はい。めっちゃ裸足にサンダルじゃないですか。あ、もうこれ当たり前ですけど、私の中では可愛らしい若奥様に。壁、気づいたらこうなってたっていうんですよ、はい、そうですね、勝手に張り散らかしたみたいな感じだよね。そうです。二人の出会いは13年前、同じ職場で出会った14歳年下のサキさんにご主人が一目惚れ。猛アタックの末、見事ゴールイン。旦那さんはたまたまこうやって若い女の子の同じ職場にいた、はい、で、いいなと思って口説いたってことですね。そうです。本当すごい、自分からしてみたら輝きすぎてるので、はい、そのエネルギーをもらって自分は動けてるっていう形で、はい、奥さんの輝きで自分は動けてるって言ってますよ、はい、すごくないですか？それは嬉しいです。勝手に色紙を貼り散らかしても、店の客席でこんなことをしていても。あれ、これお子さんのじゃなくて？いや、もともと
子供のゲームだったんですけど、もう今はもうこれが唯一の楽しみみたいな。これ通常のエースか。そうです、いつもあんな感じです。めちゃめちゃ寛大ですな。笑顔で全てを受け入れるのが当たり前だという。まあ、何でも受け入れてくれるっていう、たまに悩ますこともあるんですけど、ね、その自覚はあるんですか。あ、ちょっとやりすぎちゃったなって。いや、もう基本的にそればっかしなんで目をつぶってもらってますけど、ね、あ、本当ですか。はい。そんなご主人、料理の腕前の方はどうなのだろうか。妻に甘くても料理は一切妥協なし。本格中華のお店で修行を積んだというだけあって、王道中華からスパイシー天津飯などオリジナルメニューまで、その味は親しみのお墨付き。はい、ご飯食べた。もう我慢してます。もう今もすごくいい匂いしてるなと思って。美味しいですよ。うん、やっぱり一番は味がいいということだと思う、うん、最初に食べた時衝撃だったし、うん、嬉しくて、うん、あえて常連さんに支えられて。そうですね、本当嬉しい限りです。やっぱ美味しそうにお客さん食べてる姿を見るとホッとするですね。年の差夫婦の本格中華店では、壁に貼られた奥様のポエムを眺めながら食事を楽しむことができるのだが、ご主人は一応ポエムって感じで自分は思ってます。はい、はい、妻からのエールってことですかと自分は思ってます。それは全くなかった。1ミリもなかったです。